剣士って知ってるかもみたいななるんやって、こいつは。え、何やったっけ、どっかで見たみたいな。うわ、思い出せへんけど知ってるみたいな。サブリミナル効果で巧妙すぎる。スッと入れてたな俺の名前が。次、結構あるな。高田剣士は魔王オルゴデミーラと戦いとの戦いに敗北したというのは本当ですか？あの高田剣士が知りたくなかった。オルゴデミーラ強いからね。オルゴデミーラは、ちょ回答見ますか。ちょっと昔すぎてね。嘘です。そんなガセ情報を流したのは水ちゃんちの残党でしょうね。そんな奴ら早く消えてほしいですね。買ってたらしい俺、どうやら。ごめん、ガセ情報これ。買ってました俺。アンチの人やめてくれまして。買ってた俺、残党の人。嘘の情報流さんといてくれる。ガチ切れしてる。オルゴデミラル普通に買ってた。ガセを流すのはちょっとやめてくれ。よし、次。いいや、曲げてないね。お前アンチか俺の。夢占いに詳しい方、今日夢で神様高田健士がダンスをしながら関西弁で何かを語りかけてきました。すごくコミカルな夢だったのですが、これは何を暗示しているのでしょうか。夢占いに詳しい方を教えてください。あと、神は私に何を語りかけてきたのでしょうか。入力ミスでおかしいなところありますが気にしないでください。何でそういうとこ気になんねお前自身が。うわ、回答がある。カテゴリーマスターから回答がある。ちょっと待って、読んでこう。夢の内容を拝読させていただきました。心理が働きかけた夢ですね。夢占いは夢のどの場面が強く印象に残っているのかで結果が違ってきます。この夢から読み取れるものは、今ある日常に刺激や目新しいものを求めています。毎日の生活に退屈さやマンネリ化しているように思えたり、つまらないもののように感じているのかもしれません。あるいは苦痛に感じ、嫌気がさしている場合もあるでしょう。何か楽しいことはないか、面白いことはないかと何かを求めているようです。しかし待っているだけではないですか。自分から変えようとしていますか。求めるばかり待っているだけでは簡単に変化は訪れません。環境を変え何かを得るにはあなたの力も必要です。楽しみを探そうと意識し、常にアンテナを張って生活してみてはどうでしょう。習慣化されたことにもちょっとした工夫で変えていくことができるかもしれません。いろんなことに関心を持ち、興味のあることには自分から進んで飛び込んでみることです。あなたの積極的な行動も必要です。多少なりともご参考になれば幸いです。追記、私の知恵ノートを参考にください。ご丁寧にありがとうございます。お前ガチなやつ来てちょっとビビったやろ絶対に。うわーマジなやつ来たと思って、絶対こいつちょっとビビってるって。ちょっとビビってもうてるやん。うわマジなやつ来てもうたみたいな。あまりのガチに素直になった。ひるんだな、完全にひるんだな。これ高田、おい、この夢の回答がさ、これってさ、これさ、今日の夢で神様高田健士がダンスをしながら関西弁で何かを語りかけてきました、これが回答ってさ。あー、まあまあまあね、まあ夢占い、まあまあね、まあ信じましょう。夢占い信じましょう。テンプレなの俺。まあカテゴリーマスターが言ってるんやったら信じよう。マスターすごい、マスターすごいやつなんやから、これがマスターね。内容に何も触れてないテンプレ文。ああなるほどね、テンプレ文章コピペなんやこれ。それでカテゴリーマスターまで上り詰めたのかこいつは。よし、ヤクルトスワローズ
の高田健志選手が今シーズンのオフにポスティングによる大リーグ移籍をする模様なのですが、ポスティング額はどのぐらいになるのでしょうか。俺やこれ、回答1、妖怪小銭稼ぎは知ってる、モコに聞いてくれ。俺のポスティング額はあいつに伝えてあるから、モコに聞いて、モコが知ってるか俺のポスティング額。マネージメント俺モコに完全に委託してるから、金にがめついやつに任せといたら間違いないと思うから。もう、もこ先生寝てるやろ。5万だよ。安すぎやわ。残留するわ、そんなの。5万でメジャーに行くか。残留や、残留。あ、放送してるんや。次。この顔は高田健二さんなんでしょうか。いやいや、似てないやろ、どう考えても。いやいや違う、見つけたじゃないよ、似てないから。ただのガンダムでしょ。ガンダムでしかもこんなダサかったわ。似てない、全然似てない、全然似てないと思いますが。よかったよかった。何がどう見えるかというのは個人ではなく、いつどこでどんな感情で見るかによって差異があると思います。世界のすべてが高田健志に見えた時が来ることがいつかは来ることがいつかは来ます。それは今ではないだけです。何これ。何これ、マジでスピリチュアルみたいになってる。今のとこ来てないけど、今のとこはね。何やこれ、怖。次めっちゃあるやん。あ、夢占いか、見た。ヤクルトスワローズ見た。質問者がさ、あ、ちょっと違うやつか。高田健志は神なのですか。私はニコニコ動画や生放送をよく使用するのですが、コメント内で、高田健志は神だよなといった文が使われてます。生放送で聞いた際には神以外に表現できる言葉がないと言われました。それから、もともと日本は仏教ではなく高田健志を信仰していたそうなのですが、インターネットで検索しても神ということ以外分かりませんでした。分かりにくい文章で恐縮ですが、どうか回答の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあなんて答えてくれてるかな。意味を考えるのは愚かだよな。この前さ、あの世にも奇妙な物語でやってたズンドコベロンチョみたいなもんですよ。見ました、世にも奇妙な物語。ズンドコベロンチョと高田健志は一緒なんです。意味なんてないんです。ズンドコベロンチョと高田健志は一緒。わからん、世にも奇妙な物語でズンドコベロンチョっていうやつがあって、まあぜひね見てください、世にも奇妙な物語と。お、何やろこれ。何これ、500万。この間謎の男たちにさらわれて山奥に置いてけぼりにされてしまい、夜中だったので周りも見えず死を覚悟し始めたその時、遠くの方にぼーっと光が見えたのです。私は夢中でその光を追いかけました。するとそこには身長180センチ63キロぐらいのハゲたナスビのような男性がいたのです。彼は全身から光を放ち、夜であるのにもかかわらず輝いていました。彼は私を見て突然走り出しました。私は必死で彼を追いかけました。彼の足はとても速く、どんなに走っても追いつけませんでした。どれくらい走っただろうか。走って走って走って、もうダメと思ったその時、彼が立ち止まり私の顔を見つめ微笑みました。笑顔はモナリザをも凌駕する優しい笑顔でした。辺りを見回すと、そこはなんと僕の家の前でした。お礼を言おうと振り返りましたが、彼の姿はなく、ただ大きな唇だけが残されていました。その後彼を探したのですが、彼の手がかりは少しも得られず、友人の高田健志にも聞いてみたのですが、知らないと言われました。そこで質問ですが、この唇に見覚えありませんか？
彼にお礼を言いたいのです。コイン500枚にするの忘れてしもてん、ほんまごめん。キモ気持ち悪い、気持ち悪すぎる。テトリスで見たことある、どういうこと。テンテレ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 テン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 テレテン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 テン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 。テトリスってこんな音楽じゃなかったっけ。テトリスってえ、違かったっけ。テンテレ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 テンテンテン、これやんね。え、ちょっと怖いな、怖いけど言います、最近高田健司さんのことばかりを考えてしまいます。最初は高田健司さんって面白いな、かっこいいな、偉いよなという軽い憧れの気持ちで好きだったのですが、最近は日常生活でも高田健司さんのことばかり考えています。健司は魚好きかな、健司は今何してるのかな、健司は今何を考えてるのかな、健司会いたい、健司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 、毎日ケシケシ高田健司のことをケシ高田健司を考え、ケシケシ得てしまう、ケシいます。ドケシケスケシ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 クがタケシケススケケケケ、怖い怖いんやけど。高田健司は地球上のどこかで違うんやって言っておられる。怖いんやけど。大丈夫かな、大丈夫なのかな。これはどうも、ここにいますよ、ここにいます。これいつのやつ、まだ12月4日、11月26日。この人の心境を教えてください、高田健司。回答14。はい、おっぱっぴーってするところでやばい、足つったってなって痛いという心情かな。このポーズだと小島よしおしか思い浮かばないですから。現在貧乏、突破口、なぞなぞ、金持ち。あれ、なんでこんなとこにいるんだ俺。俺って神だよな。式を誘った高田健司は自身を作り上げた。多くの要因に対して感謝の気持ちを表すために、世界を包容として、包容しようとしてる。世界を包容しようとしている心情、これ今地球を抱こうとしてるの、これ俺今地球を抱きしめようとしてるんや俺。そういう解釈もあるやなるほどな。まあでもこれ俺のこと知らないとさ、回答できないよね。俺のこと知らないと回答ができないよ。さ、仕方がないよ。なるほどな。なるほど。まああんな感じですわ。高田健司のお通りだ。わざわざこの写真を貼る必要性ってなんなんやろな。あまり外見のことは言いたくありませんが、気持ち悪いですよね。え？なんでそんなこと言うん？ちょっと待って。え、なんでそんなこと言うん？
これ真面目な悪口じゃない、普通に悪口言われてる。これ浮気ぬご、え、なんでそんなこと言うん。ひどい、こいつしかおらん。勝手に画像貼られて悪口も言われる。訴えよう。マジかよ。割とイケてない俺。あまり外見のこと言いたくありませんが気持ち悪いですよね。じゃん。気持ち悪いのこれ。気持ち悪いのかな。次行こう。怖いなまたこれ。女子中高生を中心に流行りの西野カナの歌のほとんどはあの高田健士がモデルになっていると最近聞きました。なぜ高田健士は女子中高生に人気がないのでしょうか。なるほどね、俺が逆にね。怪盗さんって怖いんやけど、これみんなが、なんていうの、あれ多くて簡単に好きだと言えないから。こいつらすごいな、お前らでやり、単刀直入に答えますとキモいからだと思いますよ。カテゴリーマスター、おい、勝てます、俺のこと知った上で言ってんのか。おい、ちょっと待って、おい、勝てます、俺のこと知った上で言ってんの、キモいからって。マジで、え、俺のこと知ってんのこいつ。だって俺のこと知ってないとそんなキモいとか言えないでしょ。マジかよ、勝てますにキモいって言われてた。外見のことを言いたくありませんか。またさっきのやつや。会いたくて震える伝染病を持っているのですかね。絶対生ではやりたくないタイプだからじゃないですか。どういうことやねん。どういうことやねん。意味がわからん。意味がわからん。怖い。次。高田健士に祈りを捧げたら髪が生えますか。最近頭頂部がハゲていることに気づき非常に困惑しています。藁にもすがる思いです。助けてください。いや、それさ、違う、俺が一番、ごめん、俺が一番し、俺が一番あのあれなんですけど、まあ何も言わないけど、こいつ多いな。あいつは神であって神は関係ない。そして男は神じゃない。ハゲを言い訳にして人生から逃げるな。前を歩いて歩け。かっけえ。かっけえ。こいつが神なんじゃないか、もしかしたら。かっこいい。こいつが神かも。キリュウさん、惚れた。ありがとう。なんか俺も勇気が。あ、うちわや。藁にもすがる思いって高田健士に失礼じゃないですか。祈りを続けなさい。祈り続けてくれ。なんか別のやつおらんかな。同じやつばっかりやからな。うわ、歌い手のゲルさんの本名は高田健士ですか。マジレス。マジレス、まさやな、マジレスやな。なんかないかな。これ見てみるか。
今日日本史のテストがあったのですが、全くわからなかったので、すべて高田健史と書きました。何点ぐらいあるでしょうか。0点です。数学のテストですべての数と答えを書いても間違いですからね。人類が高田健史を満たし、高田健史は人類を満たしているのです。しかし、それでは救いがないので、私から花丸をあげます。喜んでくれると嬉しいです。何これ何これ、え、どういうことこれ何じゃこれ心が何これなんじゃこれ。人類が高田健史を満たし、高田健史は人類を満たしているのです。しかしそれでは救いがないので、私から花丸をあげます。喜んでくれると嬉しいですなんじゃこれなんなんや、怖い。なんかでもまあ結果は0点やけどねただあの花丸をもらったところで結果は0点ですよ。いやとりあえずあと1時間で終わろうと思ってるから、なんか適当にポポッとちょっとかいつまんで見ていくわ。結構量が増えてるからな。これは絶対にもこれは読みます。ダーさん、チャンネル持ってないですか。ダーさん、チャンネル持ってないですか。予備選手団俺知ってるよ。この頃ババ豊というチンパンジーによく高田健史はいじめられていますね。あ、この頃、この前の放送でもババ豊は高田健史よりも5つも下なのに高田と呼び捨てにしていました。人狼ゲームでは高田健史を落とすためにわざと狼に高田健史を殺させました。早くババ豊のチャンネルを剥奪し高田健史にチャンネルを渡してほしいですよね。せや、せやな、優しい。こいつにベストアンサーあげてくれ、ベストアンサーを。なんかないかな、なんかこれやみたいなこれ、おい、これ見よう、これついでに。高田健史のチャンネル会員数ってどれぐらいですか。あとチャンネル収入はいくらぐらいになるのでしょうか。見ましょう。俺もちょっとわからないんで、自分自身が、高田健史のチャンネルには全人類が登録しているので会員は約70億人に上るでしょう。よって収入は70億 ×540 円の単純計算で378K となります。しかし高田健史は優しいので、このお金をアフリカの恵まれない子供たちに全額寄付 しています。高田健史のおかげで地球の格差問題は解決へ向けと向かっています。おい、アフリカがとんでもないとんでもない巨万の富を得ようとしてるアフリカが大発展をするぞアフリカアフリカ以外解決しない。アフリカがとんでもない潤いを、おい、先進国になるやろな、マジで。とんでもない発展を遂げるやろな。財産がすごいよ。どこぞの猿も見習ってほしいです。 378K 10万ぐらいでええからくれへんかな。10万ぐらいでええからなんかないかな。これいいよ、安っ。今シーズン千葉ロッテの高田健史選手は契約更
公開で50万アンプの250万円で契約を更新したそうです。公開したそうです。彼の連邦アップの理由を教えてください。勝負弱いし三振も多いし、インタビューで席ばっかり、正直好きではないです。安すぎる。めっちゃ安いんやけど、めっちゃ安っ、くっそ安い。250万マジかよ。月収20万やぞ。予想で言いますと、監督が加藤純一だからではないでしょうか。あと三振が多いのは、相手ピッチャーが高田健士を恐れて、いつもストライクゾーンに入らないので、高田健士がそれを感じ取ってわざと振っているのです。あと高田健士が野球をしていると、世の中の人に知られるのは危ないので、登録名をはカーという名前で活躍していると思います。で、この写真は何？めっちゃ似てるけど、これめっちゃ似てんねんやけど、これどっちがどっち、どっちがどっちなのこれ。めっちゃ似てるんだが、右が純ちゃんなんや、左右どっちなんやこれ。これめっちゃ似てるな、マジで似てるな。知らんわけないやろ、ツイッターのサムネ。あ、じゃあ右か、右やな。ツイッターのサムネ確か右やったような気がするから、そうかそうか、確かツイッターのサムネそうやんな、右や。右南原にしか見えない、マジで。右が加藤純一やと思うんやけどな俺。ちょっとこれは難しいな、間違い探しみたいになってるわ、これ結構難しいです。あ、ということで私そろそろ終わりますわ、こんな感じで。よいしょ、いや十分でしょう、もう今日は12時になっちゃうし。いや今から動画撮る、俺今から動画を撮るんです。私は明日から頑張ってな、そうですね、明後日かな、火水木金と、ギャンブーの川口オートレース場で、その新しい、なんか室内の有料の席がねできたらしくて、その観覧できる室内で見れるちょっと有料の席ができたらしくて、そこでまあそのそれがオープンするらしいんですよ、火曜日から。まあそれも踏まえての、ね、ギャンブーの放送を、火水木金と4日間、MC をやらせていただくんで、みどりさんねるさんとかが、出ていただける感じで。あれめっちゃ設備良さそうだぞ川口の。あ、そうなんや、そこでね、まあそういうののこういうとこですよみたいなのもあると思います。はい、ねるさんとみどりさんかな。初日がみどりさんで、2日目3日目がねるさんで、4日目がみどりさんです。みどり、ねるねる、みどりっていう順番ですね。あ、もこ先生に行ってらっしゃい。ということでこの辺で終わります。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。